それでは、グライドで進むときに、上半身の姿勢、この位置がどのようになっているか、もう一度見てもらいたいと思います。はい、構えてください。砲丸をセットしたときには右足の位置よりも砲丸が外側、右側にあるということ。はい、そしてグライドしてパワーポジションで止まってください。このように、グライドをしている最中も上半身の向きというのは一切変わらないということです。そして先ほどから言っている通り、左足がついて重心が移動していくときに初めて、体がひねられていきます。ちょっと腰入れてみてください。まさに投げ出そうと腰を開こうとしているところですが、これでも顔は最後まで残そうとしているわけです。そしてこの後一気に体を前に振り返る力を利用して突き出しに移ります。はい、はい、ではもう一度お願いします。続けてグライドをしている最中の顔の位置、上半身の位置です。はい、そこから突き出しまで。はい、OK です。